庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は6月から栽培開始の一本ネギの栽培方法についてご紹介します。ネギの種まきは3月から3月の下旬にかけて種まきをしたと思いますが、そのネギの苗がもうそろそろ大きくなって定植の時期を迎えてきていると思います。6月に入りますとすぐに定植をしてみてください。6月に定植しますとお世話を夏場やって11月ぐらいには一本ネギとして大きく育って収穫ができますので、ぜひやってみてください。ネギ栽培ではちょっと植え方が変わっておりまして、うまくできない方もいらっしゃると思います。今回はそのネギ栽培について細かくご紹介していきます。最後に質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。まずは種まきしていたネギの苗を見ていただきましょう。残ってるのはまだ小ぶりなんですが、この中で大きい苗を畑の中に実際に植えてみました。実際にまだ小さいんですが、ちょっと取ってみます。根をなるだけ切らないようにしていきましょう。これが自分で種まきをしたネギの苗です。もう少し太くなると植え付ける時期なんですが、最低このくらいの太さであれば時間とともに大きく成長すると思います。あまり小さいと強い日差しで弱ってしまいますので注意してみてください。今回こちらを少し植えてみたいと思います。それではネギの栽培である土作りから紹介していきたいと思います。まずネギというのは通気性がいい土壌を好みますので、土壌が固まったり水が抜けないような場所ですとうまく育ちません。そこでもみ殻や燻炭を混ぜ込んであげることが重要です。これからの時期でしたら玉ねぎやニンニクの跡地を避けて、じゃがいもやいちご、そら豆の跡地にネギを栽培してみてください。私はいつも6月にはじゃがいもが収穫できますので、そこをネギの栽培場所として毎年植えております。これはリレー栽培ということで、非常に時期的に便利がいい栽培方法でありますので、じゃがいもとかいちごとかそら豆とかそういうものを収穫した後にネギを植えたらどうでしょうか。やってみてください。ではこちらを見てください。この後植え方をご紹介しますが、すでにネギを植え始めております。こちらの土壌の肥料の分量をご紹介します。まずは牛糞堆肥を1平米あたり3リッター投入してみてください。その上鶏糞を 200cc、 それから事前に苦土石灰を60から 70cc ぐらいの入れて土作りをやってみてください。1平米あたり2握りぐらい欲しいですね。そこにこのもみ殻や燻炭を入れてよく耕してみてください。もみ殻を植える場所のこの溝の中に投入していきます。ここに実際やってみます。まずは溝を掘ります。すでに肥料分が入った畑です。植える場所にもみ殻をたっぷりと入れてみてください。1メートルあたり3握りか4握りぐらい投入してみてください。で、土ともみ殻を混ぜ込んでみてください。そうすると非常に通気性がいい土壌に変化をします。ネギというのは酸素が入ることによって根の張りが良くて成長が良くなります。この下準備を
してみてください。このように通気性がいい土壌に変化しました。ここにネギを植えていきます。では実際に植えてみましょう。先ほどネギの苗を作ってたネギを持ってきましたので、これを植えていきましょう。植える方法としてはいろいろな地域によって植え方がそれぞれですので、私のやり方で今回はやってみたいと思います。この土を上げた側に並べていきます。このネギとネギの間隔も地域ごとにまたは人それぞれに個性があって違うんですが、私はだいたい3センチから4センチぐらいネギとネギの間隔を開けて植えております。人によっては2本まとめてこのように植える方もおります。でこのネギとネギの間隔も10センチ開ける人もいるし、本当の密植で植える方もいらっしゃいます。どちらがいいとは言い切れないんですが、基本的にはやっぱり 4,5 センチネギとネギの間隔を空けて植える方がいいと言われております。夏の暑さによってネギが自然と溶けることがありますので、まあ密植はその点便利だと思います。残った株を育てていきましょう。このように並べましたら、このネギの根元の白い部分だけを土をかぶせていただきたいと思います。あまり深くかぶせないようにしてみてください。ネギの苗は余ったら捨てることなく予備苗として残しておくといいでしょう。このように少しだけの鎮圧をしてみてください。これで植え付けが完了です。またもみ殻はやってるんですけども、この上から藁をかぶせるようにしてみてください。これは乾燥防止、または後々はこの藁も土の中に埋め込んでいきますので、通気性が良くなります。最後にワンポイントだけ裏技をご紹介します。このネギの植え方は少し特殊ですので、慣れない方もいると思います。植えた後に風などでネギが飛ばされるということがよくあります。活着するまでの期間、その注意点が必要になってきます。そこで一つやり方として、紐で風で飛ばされる予防方法があります。見てください。このような感じで苗が浅く植えてますので、こちらに風で倒れます。したがってこれを予防するために、私は U ピンに紐を結びつけて、このネギの中段付近を押さえるような形でこのように紐を張っております。こうするとどんな大風が来てもまず大丈夫です。非常に効果がありますので、活着するまでの間これをやってみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらのインゲンの動画にコメントをいただきました。プランターでつるありインゲンに挑戦しております。誘引ネットはしてるけど、勝手につるが絡まるかなと思って支柱を立ててなかったです、というコメントです。プランターの場合も同様なんですが、支柱があった方が初期の段階からうまく誘導できますので、やってみてください。最悪支柱がなくてもネットに絡んでいくことがありますので、うまく絡めばいいんですが、株元でぐちゃぐちゃになってしまうと後からの作業が大変ですので、うまく支柱を使ってみてください。頑張ってください。今日はネギの植え方のポイントについてご紹介しました。
この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。